米国を拠点に活躍されている日本人ジャズピアニスト海野忠隆さんが9月、地下鉄駅構内でたむろしていた若者の集団から執拗に暴行を受け、右肩と腕の骨が折れるなどの重傷を負ったことが10月に入り分かりました。海野さんは9月27日の夜、地下鉄の改札口を背いでいた8人ほどの男女グループを避けて出ようとしたところ、ぶつかった、俺の彼女は妊娠してるのに、などと因縁をつけられると、突如殴る蹴るの暴行を受け、その暴力行為は海野さんが地上に逃げてからも続きました。なお、あからさまな人種差別的な発言はありませんでしたが、中国人という声も聞こえたそうです。ニューヨークの日本領事館は今回の事件を受け、治安が悪化しているとして注意を呼びかけています。演奏に復帰するめどは立っていないという海野さん、このあまりにもひどい事件に対し米国から怒りの声が殺到しています。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。